こんばんは、菅原です。菅原靴店スタッフが独自の感性でおすすめアイテムを紹介する菅原バールピッコロ。今日のレコメンダーはこちらです。ピアケ店の村山です。よろしくお願いします。イエイ。さあ緊張します。はい、頑張りましょう。はい、お願いします。半年ぶりだね。はい、はい、また重要な重役がやってきました。はい、はいはい、よろしくお願いします。さあ今日はピアチェ店のゆきちゃんが、紹介するですねレコメンドアイテムはどちらでしょう。はい、ビオラ道路の、スマートフォンポシェット横型になります。おー、横型が出たんですね。はい、もともとスマートフォンとお財布機能で十分使いやすかったんですけれども、はい、うんうん、今回マチもできまして、はい、収納力も増えたことによってさらに使い勝手が良くなっておりまして、このままダイレクトに見えますか。はい、ダイレクトにお財布と、ここに小銭入れ、はい、そしてあとはカード入れ、はい、でこれは小さいね、この普通の今流行りのお財布がポショッと入っちゃって、はい、でさらに携帯電話ですねもうスッと入っちゃう、はい、あいいね、はい、背面にもまだ収納ありまして、はい、カードも入りますので、ここもカードも入れて、はい、すごい。さらに、スマートキーケースもご用意ありますので、はい、この辺をカスタムして使っていただけると。これは同色ですね。はい、はいはいはい、まあ、あとカラーバリエーションも豊富にありますので、いろいろ、はい、組み合わせ楽しんでいただけると思います。これね非常に使い勝手がいいんですよ。この開けるとここにもう一つこうねキーをつけれるところがついてるんですね。これをこの辺につけちゃえばいいのかな、はい、こうやってなるんですよ、はい。で今日はバッグ買えるよっていう時はこれだけ、あ、そうですね、持っていけばいいんですね。はい、非常に便利なんです。はい、もうこれ1個あればね十分何でもできるじゃない。はい、旅行の時にもいいし、はい、うん、あとこの間パスポートもちょうどいいサイズだったよってお客様も、そうか、はい、もうね、ご旅行の時にみんなね、うん、ガンガン行くと思いますんで、はい、そう、僕もおすすめしてるのは男性にはこちらがね、はい、非常に人気で、これもちょっと携帯変えてもいいですか。はい、はい、携帯電話がヒュッとここに入っちゃって、うん、そしてこの中がお財布状態になってるんですよね、うん、なんでちょっとこう子供と今日は遊びに行くよとか、うん、今日はキャンプだし、うん、なんかちょっとこう両手が絶対空いてた方がいいっていう時に使うのに非常にいいんです。こんな感じです。これシュリンクレザーも非常にいいシュリンクレザー使ってて、はい、これねイタリアからシュリンクレザーは取り寄せてるんですけど、これで15,400円で買えるんですよ、イタリアシュリンクレザーが。もうこれは彼女奥さんのプレゼントですよね。最近ちょっと飲みすぎてませんか、夜遊び しすぎてる方、ちょっとプレゼントでねこれ買ってあげたら突然の、はい、分かってるなってなりますよね。なりますね、はい。さあゆきちゃん今日はこのビオラ道路に何をコーディネートしてるんですか。はい、今シーズンから、マイカ&ディールが仲間入りしてるんですけれども、そこから、はいはい、オーバーポロとスカートになります、うん、オーバーポロスッパーだね、はい、これね、はい、かなこっぽい感じなのかな、はい、うん、すごくいい素材、はい、デザインも細やかですし、うん、あと今日ちょっと白黒なんですけれども、うん、発色のいいお色の、お洋服なんかも揃ってますので、いろいろ楽しんでいただけるのではないかなと思ってます。いいですね、はい、素晴らしい。誠さんは、あ、僕も聞いてくれました、はい、ありがとうございます一応僕はこれねPT のカーゴパンツすげえかっこいいの出たんですよ。サマーウールにちょっとストレッチ入ってます。これ要はアクティブのシリーズですね。すっごい、まあなんかカーゴパンツ欲しいなってずっと思ってたんですけど、僕あんまり太いのが似合わないから、細くていいかっこいいカーゴパンツ探してて、これはいいの見つけました。それにまあ定番なんですけど、ドルモアの
コットンパーカー、コットン 100% シャリシャリしてる感じで、この時期やっぱり寒かったり暑かったりするんで、このパーカーが本当に使えるのでぜひおすすめです。さあということで、ゆきちゃん、あともう一つなんか宣伝があるって聞いたんですけど。そうなんです、はい、今回ビオラ道路よりエコバッグを、特別に作っていただきました。なんとこういうあのエコバッグ、まあ今あの菅原靴店全店で今あの袋が有料化になりました。まあこれも SDGs のね一環として、えやっぱあのできるだけ紙を減らそう、ビニールも減らそうというところでやってるんですけど、さらにやっぱりあのエコバッグを持ってきていただいて買い物もエコにしていただこうということで作ったんですね。こういったリップストップっていうですね、あの丈夫なナイロンを使いまして、はい、こちらをなんとあのビオラ道路さんに作ってもらったんですね、はいはい、なんでしょう、エコバッグなんですけどマチがあるんですよ、ちゃんとここに。でここに革で菅原 LTD って入っております。これ男性も女性も持ってるね。そうですね、はい、そこも意識して、はいはい、配色ももともとのショッパーをイメージして、うん、グレーで、あと黒を男性でも女性でも使いやすいようにしております、ね、そう。じゃあちょっとゆきちゃん、これどういう風に畳むか実演していただいてもいいですか。はいはい、今日2パターンできるようになっていまして、はいはい、まずはシンプルパターン、はいはいはい、私どっちかというとこっちが好きですか、はいはい、こうやって、はい、うん、でそこを閉じる。この閉じるを考えたのがね、はい、そうですね、はい、まあ、考えたのは清美さんなんですけどね。そうです、さすがです、はい、さすがです。そう、こうなると、はい、まあ、車にポンと置いててもいいし、ちょっと行くときにこう、ね、はい、こうやっても持てるし、まあ、トートバッグ系だったらそこにスッと入れれると。そうですね、はい、で、まあ、こういう持ち方、さらにやっぱり小さくしたいなっていう方用の畳み方ですね、はいはい、バッグが小さい方もやっぱり多いので、うん、そうですよね、はい、これもまた清美さんのお気遣いの、はいはい、デザインになりまして、うん、実はね、ここにねボタンが2つあるのがミソなんですよ。ミソですね、はい、ミソです、はい、なんでミソっていうのかな。確かに、はい、いや思いますよね、なんで、はい、そう、こうやるとすごくちっちゃくなります。なのでさすがにこれには入らんか。あ、でも入りますね、はい、こちらにも入るぐらいの、ちょっと丁寧に畳むと、はい、大丈夫、うん、小さくもなりますので、これだったらバッグにも入れてもいいし、非常に使い勝手がいい、エコバッグです。こちらは我々ね、ほとんど利益も取らずに、はい、やっぱり皆さんにエコバッグ、それもかっこいいエコバッグを使っていただきたいということで作りましたので、ぜひですね、こちらの方もご購入ください。ピアチもですね、いろいろ春物たくさん、夏物もね、はい、どんどん入ってきてますので、ぜひ皆さんのご来店をお待ちしてます。さあ、今日もコメントいただければ嬉しいです。ということで、ゆきちゃん、はい、チャオで、はい、ここですごいニコニコしてる。お別れしましょう。解放します。解放します。はい。はい、それではまた。チャオ。チャオ。チャンネル登録。お願いします。エコバッグもお願いします。